皆さんよろしくお願いいたします。ヤフーのソウルスキッチンの石田と申します。ですね、まあ、私どもが何やってるかと言いますと、47の日本の都道府県と、あと太陽国東南アジアのタイが77県ございます。これをあの国同士をつなぐっていう言葉よくお聞きされるかと思うんですけども、そこも少し発想を掘り下げて、県同士とかローカルのエリア同士を万国共通の食を通じてつないでいこうということで、今まであの13の都道府県さんとあのコラボレーションしまして、まあ、自治体、あとそこで土地にまつわる生産者の方々で、それぞれが作ってらっしゃる、まあ、ものとか、まあ、土地に対する思いを汲み取って、それはあの、まあ、ネットの時代なので、いろんなものを食材に取り寄せとすれば、特にあの行く必要はないんですけども、我々はそこをあえて行こうということで、あの全部あのそこの県にあの泊まり込みで行きまして、でローカルを自分であの車運転して回りながら、まあ、NHK の、 あのキッチンカーの走りを自前でやってるような感じでございます。はい、であのそういう活動をしながらですね、あのなかなか外に、情報を出したいけども出せないような方々の、言葉を我々の方で感じに受けまして、であの私自身も、まあ、こういう話してると、なんでお前タイなんだという話になるんですけども、元々デザインとかその企画の仕事をやってたんですけども、突然あの建築家が見に行こうかということでタイにバックパックで行きまして、そこであの水かけ祭りの前日に着きました。水をかけられまくって終わったっていう形で、あのタイとはもうどっぷりになって、それからあのタイ料理のレストラン2店舗であの実際料理をやりながらタイの方と独自にコミュニケーションを取ってきました。で今あのタイの大使館と、あと観光庁からも講演いただけるようになりまして、であの日本とタイを実際にその食でつないでいこうということで、あのフードイベントを中心にしながらやってます。あのソウルスープキッチンみたいなのつけてると、スープ屋ですかって言われるんですけども、そうではなくて、場を作って、そこに生産者 と、ゲストの方を集めて、それがあのヤムっていうのがタイ語で、混ぜるっていう意味があって、あと英語でヤミっていうのが美味しいですね。そこがこう混ざるような場ということで、あの場作りを中心にしてやってます。で今回は、この中国でということで、あのやむやむ大江戸ということで、勝手に名前付けてました。これで、まあ、中国の中で各地域にいろんな歴史的な特徴があって、そこをいろんな観光ツアーであったり、あの NPO の方がこう案内して回ったりとかされてると思うんですけども、その歴史の中で、タイ料理に使えるもの、食材であったり調理法であったり、あとはまあ食に関わることでない調理道具とか何でもいいと思うんですけども、そこをあのうまく入れていくことで、タイ料理のプロの方がそれぞれの地域に入って、レシピを作っていく。でそれをあのなぜか、まあ仮に今6地域分けてますけど、ここをこう食べて回ることでそこの地域を知るということで、あのこれは他の県でも同じようにやってるようなことを、まあ、中国にまた特化して作っていければと思っております。また続きはあのよろしくお願いします。